はい、セリアの300ミリの、マグカップでランタンウォーマー作ってみました。はい、こちらなんですけども、もうねちょっと加工してるんですけども、これがそのセリアの 300ml のマグカップになります。でいろいろ試したんですよね、ダイソーのこのアウトドアマグカップ。これ 200ml のやつなんですけども、なんかちょうど可愛くていいなと思ったんですけども、入りませんでした。でこれに入るのがあの CS ランタン、キャプテンスタッグのランタンだったらね、ほんと綺麗にぴったりと、はまるかと思います。これは加工はしてないんですけども、こんな感じで高さもバッチリ合ってるので、まあ作るにはいいかなと。で、こちらですね、セリアのステンレスマグカップ 300ml。これが、フューハンドランタンにはまあちょうどいいんじゃないかなというところで、まあ大体当たりを取って、まあここを削ってなくしていこうかっていうようなところで、ですね、ランタンシェードを作る際に、このニブラーっていうのは、まあニブラを使って、ってたんですけども、まあ、今回もこれでいけるかなと思ってたんですが、縁はねあの、まあ、ちょっと硬いですけれども普通に切れましたが、とですね、これコップ筒状になってるので、その内側からっていう、これ外側から開けれてるんですけども、内側からが開けれないので、ちょっとね当たりがね、その外を見ながらね、マジックの部分を見ながら抜いていくっていうのがね、めちゃめちゃやりにくかったんですよね。外側だったらねこんな感じでいけましたけども、なかなかちょっと苦労したので、これちょっとあんまおすすめしないですね。最初からグラインダーとかで端を切って、やるか、まあ一応ねこんな感じにはなりましたけども、まあ、サイド部分丸い穴開けて、でそこをグラインダーでやったらいいかなと。こんな感じでやっぱりね温まってるというかね、熱いんでね、水を弾いたら蒸発しましたね。はい、こんな感じで、まあこれはちょっとね揺すってるんですけども、やすり、あ、でもうね取っ手の部分を取ってるんですけども、へこへこスポット溶接だったんですけども、本当にちっちゃな点々の、スポット溶接だったんで、へこ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 したらポキポキと取れまして、でそこをヤスリがけしました。でやっぱりねちゃんと温まってほしいので、上の部分にも穴開けようかっていうところで、まあざっくり、ほんとざっくりですけども、こんな感じで目印つけてポンチでへこまして、まあここに穴を開けようというような形でやってみました。こんな感じですね。1ミリぐらいがいいかな、はい、穴はですね8ミリにしました。ステンレスか、言うてもまだこれ磁石きついとる。そうなんですよね。でこれねステンレスなので、ものによっちゃね、すっごい粘り気があったりとかして、この、切削っていうのかな、その、切るのに、めちゃめちゃ向かないようなステンレスがあったりとかするんですけど、そうなんですよ。これめちゃめちゃね、削りやすいステンレスだったんですよ。で、このセリアの、その 300ml のマグカップのステンレス、磁石にめちゃめちゃひっつくので、まあ、その含まれてる成分が、まあ、ニッケルとかクロムとかっていう成分の配合の、まあ、比率が多分なんか違うんですよね。サスの300番台かその400番台かわかんないですけど、もうステンレスとしか書いてないんでわかんないですけど、めちゃめちゃこれはね切りやすかったですね。切りやすいし、削りやすい、削りやすかったな。アルミみたいに削りやすかったですね。ポロ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 と取れました。裏側のね、バリを取るのに、ちょっとドリルのね、長さが足りなかったので、こんな感じでやりましたね。よくちょっと逃がしちゃったのかな。はい。というわけで、こんな感じで、横のね、熱がね、まあ、こもったらね、熱くなっていいんですけど、すすがね、その炎の上の筒部分にすっごい溜まるんで、まあ、ちょっとその
まあ、炎の熱をちょっとだけ逃がそうかというところで、だいたいまたちょっと線引いて当たり取って、またポンチで、叩いて横に穴を開けようという感じでやってみました。まあ、これは6ミリかな。このタケノコドリルね、何ミリやったっけな、4ミリ6ミリやったっけな、2段目が6ミリだったと思うんですけどね。まあだいたいなんかそれぐらいの穴で開けたらちょうどいいなっていうところでやってみました。はい、アルミみたいって言ってますね。また内側のバリを、まあ、これはあのヤスリで取っております。丸いヤスリで取ってますね。いい感じで取れまして、でこのマジックをですね、あのブレーキパーツクリーナー、まあ、これはちょっと先が折れてるので、はい、ピカピカに拭き取ってるっていう、まあ、これで、まあ、完成っていうことになりましたね。まあ、こんな感じだったら、まあ、なんていうかな、あまり違和感がない状態で、見た目もすっきりしていいんじゃないかなというところで、本当にね、あのシェードがなくてもちょうどいい感じになるので、バランス的にもいいんじゃないかなと思いますね。ほんでこれね、ダイソーで買ったあの、まあ、スモーカー、あの燻製器とかの中に、入れる用の温度計なんですけど、まあ、ちょっと突っ込んでどれぐらいの温度があるのかなとか思ってちょっとやってみたら、上の方でね、だいたい140度ぐらいで止まってたんですけど、まあ、横、あのその熱がね、横から逃げるところに関してはもう本当200度ぐらいまで行ってましたね。が出てるところかな。はい、こんな感じになっておりました。で、まあランタンウォーマーなのでどんな感じかなっていうので、普通の真水なんですけども、この時の気温13度、11度やったっけな、ちょっとね寒くなった頃ですけども、まあ、この真水を、まあ、沸騰さすじゃないですけど、まあ、あっためるですね。でずっと長いこと置いていれば、まあ、相当熱を持つかとは思うんですけども、まあ、その辺はちょっとねざっくり温まればいいなっていうので、はい、ちょっと早送りして30度ぐらいになったところで、まあ、ちょっとかき混ぜて、はい、ちょっとチェック。おおぬるま湯になっている。そうなんですよね、ぬるま湯になってるんですよね。これちょっとね感動しましたね。ああなんか温まってるわと思いましたので、であとね、まあ、ダイソーとかで言うと園芸でもないかな、なんかブリキのこういったものも、まあ、ちょっと別口で作ってみようと思って、なんとなくやってるっていうようなものになります。まあ、ざっくりとはセリアの 300ml のマグカップで作るとあんな感じになります。あとはもうねコップ関係だったら、まあ、何でもかぶせて作れるっていうような感じだったので、まあ自作とか DIY とかやる人には、まあ、参考になればいいと思います。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録もよろしくお願いします。